はい、どうもお疲れ様です。はい、今お風呂も終わりまして、刈谷のパーキング今来ております。下り線ね。で、今日ちょっとねツイッター上げたんですけども、もう見えると思います。はい、じゃじゃーん、これわかります？これ超大盛りギガマックスガーリックパワード1872キロカロリーにプラスね、ニンニクなんで、男は黙ってニンニクチューブってことで買ってきました。ここかよ、いしょ。はい、こんな感じかな。はい、こんな感じでニンニクチューブもいきますよ。はい、ってことでマシマシいきましょう。ニンニクあんまり好きじゃないかもしれない。やばい、食べれるかどうかわからん。まあ味変しながら、ちょっと僕はあんまり食はあんまり細い方すけど頑張りたいと思います。お湯が水がなんと 1.3 リッター。まずそれを沸かすとこから始めてもらいます。これがニンニクね、ニンニク。はい、これね、ソース。ほらほら、絶対漏れる。ちょっとトラノちゃん、ちょっとトラノちゃん、ちょっと待って。ちょっとトラノちゃうか。ギリギリこぼれたフライパンの上のやつを入れる。ギリギリいけたやろ。あ、だ、お湯は捨てたで、まだ何もしない。うわ、めっちゃ多い。これやばっ。あ、めっちゃ多い。これ。うわ、もうこれだけでもすごいな。行くで。そうやろ。うわ。よっしゃ、行ったで、ほら。もうニンニクのめっちゃ固まってん。ちょっと待って、火薬はボロボロ落ちるんやけど、火薬は。まだ半分もいって、ニンニクの塊と、あー、そまっつ。
ニンニクと飲みもまっつ。うん、大丈夫じゃないと思う。これ言ってるのかな。溶けにくいんでもだけど、ソースかけたらあかん。まずい。罰ゲームあるで。あるある。ソースまずい。焼きそばソースまずい、マジで。うん？中身なんか細工してんよ。ずっと画面のとこにおったわ。まだめっちゃ残ってるわ。なんなら。量的に言うたら、量的にはまだ、まだ。画面が分からん。まだめっちゃあるやろ。これ、ニンニクなかったら、食える量。頑張ったら。ただ、ニンニクの匂いがものすごくきついに、しかもめっちゃ固まってるんや。もうな、家に入っていかん。まだこんだけあるで。こんだけ。あ、出し切りました。まだ出し切れない。まだまだ、まだまだいける、まだいける。まだいけるはず、まだいけるはず。俺多分これ吐くな。はい、ということで、ね、ちょっとエンディングだけちょっと後日撮り直しております。ちょっとね、撮ってた動画が撮れなかった、後日撮り直しということで、エンディングだけ撮っております。はい、ということで、ペヤング超超超大盛りギガマックスガーリックニンニクパワーのやつは食べれませんでした。で、ほんまは食べ残しの写真とかを、まあ、あげたかったんですけど、やっぱりね、見ている方不愉快になると思いまして、ちょっとその動画だけは一旦削除しました。今先ほど見られた3分の1までは残りました。本当に食べなかった。もうあれも大変やった。ニンニク臭いからでもすごかった。うん、だけど、その後ね、見てた リスナーの視聴者の方でね、たまたまサービスエリアに来られまして、まあ、その後、まあ、ちょっとお話もさせてもらったんですけど、だいぶすごいっていうあの状況、まあ、トラックの方もね、見られまして、まあ、匂いがもうすごいということで、もう皆さんあの拒否されました。その後ね、なんかいろいろ飲み物とかいただきまして、本当にありがとうございます。まあそういうのもこんな僕ニンニクみたいな顔でって思ったんですけど、まあそんな感じでね、ニンニクバージョンちょっと今回は失敗けどやっぱり1回極めた以上はやっぱりね、次、2段3段4段とやっていきたいと思います。ということで次は次回はペヤングの企画第2弾できるか分かりませんけど、ちょっと挑戦してみたいと思います。イサムちゃんはペヤング王になるみたいな感じでちょっとやっていきたいと思います。いいねと登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたね。